SDGs は将来を見据えた若者を中心に考えるコンセプトなんですよ。より良い状況を作り出して創出して次の年代ジェネレーションに橋渡しするという渡すっていうのが私たち の責任なんですね。今ある状況のままを次のジェネレーションに渡すんじゃないんですね。MDGs を継承するプロセスの中で一番その苦労したのがその変遷期でどう UN のエージェンシーをまとめていって UN ドリブンではない、そして参加、特にNGO シビルソサエティオーガニゼーションと言われるそういう要は機関だとか民間だとかいうものを参画させるっていうプロセスがものすごく時間かかった。ただそれをやらないとグローバルな運動にはつながらなかった。それが一番残念なね MDGs の結果であったということも言えるかもわかんないですね。で今は一番やっぱり顕著に動いているのはシビルソサエティオーガニゼーションですよね。それが一つの共通の国境を越えた一つの動きになっている。でもちろんその政府っていうそのアクター行為主体っていうのは重要ですよ。ただしこれが MDGs か SDGs における一つの議論になったんですけど、中央政府のキャパシティっていうのは限度があるよね。だから中央政府に全てを委ねるっていうことでこれを実行するとおそらく実行できる限界があるよねということで、地方公共団体、それからもちろん民間 CSO アカデミア、メディア、そういう要は団体がこういう主体として加わってくるわけですね。そういうやっぱりフォーラムが SDGs のタスクフォースの中で作られていったっていうのが一番私にとって成果があったことではないかと思いますね。都合よく SDGs を利用しているっていうちょっとマイナスの言い方になるんですけども、今はそういう状態かもわからないですね。ただ教育の方面では小学校中学校非常に地道に教科書の中に取り入れていくっていうそういう運動も広がってきてます。民間セクターではやはりSDGs をキャンペーンすることによる企業のイメージアップにつなげてるっていうところあると思います。でそれはそこからスタートであるっていうことはいいことかも分かりません。ただ基本としてやはり経済と環境とそして社会とその3つのコンセプトが融合された形で実践をするっていうところの理解が非常に浅薄であるということを言っておきましょうかね。でその中で今度は私が考えてその中にガバナンスを入れる。でガバナンスっていうのはやはりどういうふうにしてその三つどもえを管理したり実践するかっていう潤滑油みたいなものなんですね。それが政府の行政サービスにつながってくると思うんですよ。そこが非常に弱いんですね。じゃあどこが一番今 SDGs の中で動いてるかっていうのは非政治的な環境問題から入っていくところなんです。環境というふうな言葉だととっつきやすいし、そして入りやすいっていう、そこが大きなエントリーポイントになってるんじゃないでしょうかね。ただしですよ、そこだけをクローズアップするのは申し上げた通り経済環境社会の三つどもえプラスガバナンスを落としてしまって軽視して環境だけを捉えるっていうのはこれはちょっと SDGs の基本路線とはちょっと離れます。環境って言った時に
手放しで私喜べないところがあるんですよ。それっていうのは社会にも影響するし、経済にも影響するし、ガバナンスにやはり大きく影響するっていうことを考えると、やはりその三つどもえ四つどもえのことをしっかり理解した上での環境問題を推進してほしいっていうふうに思いますね。そこではやはり市民参加の意味で市民に対してやはりアカウンタビリティといわれる説明責任は民間セクターもそうでしょうし、地方公共団体も中央政府も非常に重要になってくると思います。だからエントリーポイントとしての環境から入ることは大いに結構、しかしそれだけではないということをやっぱり理解していただきたいですね。それが私たちがやはり1970年代の高度経済成長のやはり一番反省すべき点を今やっぱり思い出すことによって、これからの日本の環境問題っていうのはエントリーポイントとして SDGs はすごい素晴らしいことです。ただし意味合いをしっかり考えていただいて、市民が参加できるように、そして犠牲を払わないようなね、そして人体に影響を及ぼさないような、そういう環境づくりを目指すっていうのが基本じゃないかと思いますけどね。国連開発計画に長くいたもんですから、その中でやはりその消費文化に対するこう果敢な今まで挑戦やってきて、人間開発報告書っていうのはこれ潜在能力を生かすために私たちが作り上げてきた一つのスクールなんですね、学派なんですけど。でそれに対して私なぜ専門性っていうものに反発するかっていうと、人間のポテンシャルっていうのは枠の中にはめられて、その人が本当にそのポテンシャルを生かせてるかどうかっていうのに私疑問なんですよ。自分もひっくるめてですよ。縦割りの社会になっちゃうとクロスフィーディングがないもんだから固まりますよね。これがやっぱり一番その構造的に教育の面でも問題になってくるんじゃないかと思うんですよ。スペシャリストっていう、要はそれだけを知ってても世の中ってこんなに複雑に絡み合っているのにもう問題が解けないんですよ。前から分かってたの。それが今現実になってきて、 MDGs なんていうのまさにそのまんまで、 SDGs もそうですよ。だから経済、少なくとも分かりやすく経済、環境、社会、そしてガバナンス入れるんですけれども、それを融合した形での高度な一般教養が必要よねって。で人間の可能性っていうのは無限大にあるとするならば、その箱の中に入れるってことは自由を奪うことなんですよ。それに対する反発がものすごくあるの、私にとってね。でそれをアカデミアでやっちゃいかんって私は思ってる。特に自分のポテンシャルっていうのはできないできないって思わないような社会を作りたいね。でするなするなっていうふうな、その高圧的な社会もやっぱり良くない。失敗してもいいからみんなでやってみて、そこから学ぼうよっていう自由さがあって、初めてクリエイティブな社会が生まれるし、おそらく人間も少なくとも余計なフラストレーションはたまらないんじゃないかっていう。だから私にとって専門性にチャレンジする理由は、可能性に挑戦できなくなることがあるんではないかっていう、その不安からやっぱり申し上げてるんです。だって私専門3回変わってるからね。自分のこともひっくるめて、いや人間って進化するんだよって思いますよ。いや人間の可能性っていうのはね、本当に無限ですよね。